皆さん、じゃーん、なんと4年ぶり、コロナになってしまってこの乾麺グランプリではストップしてたんですけど、4年ぶりに駒沢公園にて、一大イベントが帰ってきました。各本当に、大きな食品メーカーの方の回収たくさん、出て、まあ、いわゆるアレンジレシピで乾麺を使って皆さんに、提供する、まあサクッとだね。サイズ的には500円ね、500円のものと300円ので、それをもう、まあ何万人という方が来場して、そこで一番美味しかったものに投票して乾麺グランプリが決まるというイベントはございまして、これ5月の20日そして、翌日日曜日の21、2日間にわたって、このイベントは取り行われます。まあ、乾麺といえば、はい、池森ということで、池森がね、トークイベントで参加します。そしてそばカフェも出店して、池森ブランドのそばなんかもこちらで購入できると。なんでこのタイミングで池島フーさんね、もう茶そばのシェア率1位の池島フーさんと池森コラボしまして、抹茶とそばという商品ができまして、この商品がここで、発売されるということで、その抹茶そばを作ったそばもそこで皆さん食べられますので、ぜひ、足を運んでください。そして、なんと、2日間にわたって池森がトークイベントでありますゲストを呼んでまして、そのゲストの方が今日たまたまおそばを食べに来てくれまして、21日に、この方とトークイベントやります。楽しくなりそうです。マギーさんどうぞ。あ、びっくりして耳がでっかくなっちゃったありがとうございます。すいません。ありがとうございます。それはもう絶対ですね。食べがんなきゃね。そうなんです。たまたま食べに来てまして、うん、で撮影するってんで慌てて着替えて、うん、この格好で食べに来たわけじゃないですよ。なるほど。あ、出国できた。そうだよね。さっき全然違かった。それで気づかれたい人みたいになっちゃってる。まあ言ってもね、いつもお蕎麦食べに来てくれまして、はい、ありがとうございます。一通り結構食べさせていただきます。まあ新商品の今回、ツナマヨ。美味しいっすよね。やっぱ蕎麦が美味しいですね。蕎麦うまいね。はい、蕎麦の麺がやっぱり美味しいなと思って。僕他の麺で試してみたんです。で、僕パン作るの好きなんで、パンと蕎麦を組み合わせてやってみたんですけど、ならないですね。そこでパンはある。そこでパンはある。そこでパンはある。ちょっと蕎麦とパンを。オッケー。マギさん、基本的にゲストってないでしょ。はい、自分が司会をしてゲストを呼ぶというケースはあるけど、今回みたいなパターンってあるの？いや、あります、あります。あ、そうなんだ。はい、はい。なるほど。楽しみ、めっちゃ楽しみです。手品。あ、手品。はい。そうだ。そうなんです。そうです。ちょっと僕が手品して忘れてたみたいな感じになってますけど。そうなんじゃない？なんかそばの食べ歩きの人みたいな。そばのお客さんみたいになってます。マジックする人。そうだ、はい、そうだ、そうだ。はい、そうです。なるほどね。5月21日までさんとの、はい、コラボは、はい、コラボ、日曜日、はい、ね、皆さん、まあ、たくさんのいろんな乾麺を食べつつ、はい、トークイベントでマギーさんのマジックも楽しみにしててください。ありがとうございます。マギーさん5月21日、はい、よろしくお願いします。では皆さんお待ちしております。